ルドルフ3世は、最後のブルグント王、タイダ王と言われる。ブルグント王コンラートと、西フランク王類4世の娘マティルドとの愛の子で、ブルグント稽古、ベルフ家の最後の男系子孫である。ルドルフの知性は、動乱の時代であった。ルドルフは、次第に兄弟化していった貴族を抑えることができず、また、ブルゴーニュ博、夫ギオーム側勢力や皇帝、ハインリヒ2世による、 侵略に対処せねばならなかった。1 0 1 6年、ハイン・リヒ2世は、ルドルフと交渉し、ルドルフの後継者となることに成功した。ハイン・リヒ2世が死去した後、次のローマをコンラート2世もまた、自らを後継者とするようルドルフと交渉した。このことでハイン・リヒは、ルドルフ側の貴族である、ブロワ・ハクウード2世やブルゴーニュ・ハクルノ1世と争うこととなった。 ルドルフは最初、アギルトルートと結婚、1016年頃、二度目に、プロバンスハクルボー三世の家父、エルメンガルトと結婚した。ルドルフは1032年に61歳で死しなく、死去した。コンラート二世は、ブルグンと王国の王位を主張し、王国を神聖ローマ帝国に併合した。ありがとうございます。